テレビ西日本、株式会社テレビ西日本、テレビ西日本は、福岡県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。FNNFNS の機関局の一つで、富士テレビ系列の中では最も古い歴史を持つ。ただし、開局当時から富士テレビ系列であったわけではない。口実。略称は、 TNC、現在のキャッチコピーは、ロックに、自由に。TNC、ねえ、今日何見る当初は、開局60周年のメッセージテーマとして設定され、テーマジングルを、山下達郎が担当していた。現在は、武田哲也が、イメージキャラクターを務めている。開局50周年から2015年6月までの1、時期は、テレニシという愛称を用い、福岡や福岡。 ドームレフト内野側のフェンスには、テレニシと書かれた広告を出していた。2018年3月までは、どうした ?TNC、仮を使用していた。現在の局舎、TNC 放送会館の所在地は、TBS 系列の RKB 毎日放送と同じ、外区番号内。TNC は3番2号、RKB は3番8号であり、主たる、送信書である。 福岡タワーにも隣接している。地上派デジタル放送のリモコンキー ID は、キー局のフジテレビジョンをはじめ、FNN 系列のほぼすべてのツボ根で使用されている。8位。またアナログ親局が一桁の FNN 系列5局の、うち、テレビ西日本は唯一アナログ親局を、リモコンキー ID へ引き継がなかった。主な理由としては、地上デジタル放送のリモコンキー ID において、 9があまり一般的ではない FNN 系列フルネット局は極力8に統一される方針であった創業地である8万と8をかけた等がある局名の頭にテレビをつけた国内初の民間放送局また在福テレビ局で唯一社名にテレビが入っているつぼねでもあるコールサインは福岡局が徐々に TV 34CH3KW 北九州局のかつてのアナログが j o ス TV10CH 映像 1KW 音声 250W なお中継局のコールサインはアナログ放送のみでデジタル放送には割り当てられていない FNN 系列で中継局にもコールサインが割り当てられていた放送局は アナログ放送終了時点で当社とテレビ静岡の2局のみであった。なお、福島テレビも中継局にコールサインが割り当てられていた時期があった。香川県、岡山県を放送対象地域とする日テレ系列のテレビラジオ県営局である西日本放送 RNC と社名が似ているが、両社に資本関係は一切ない。ただし1964年、 昭和39年9月30日までは系列関係、日本テレビ系列があり、またくしくもアナログ親局は本局と同じく旧であった。TNC は当初、朝日新聞社や日本テレビ放送も NTV の資本が入っていた。これは多くのテレビ免許せり願いを一本化したためで、免許は北九州広域地方をエリアとし、 同じく朝日新聞社の資本が入った九州朝日放送を KBC と将来が併することを条件に与えられた。ネットワークは資本の関係から日本テレビ系列 NTV 系となった。しかしながら同じく NTV 系の山口放送クリーもまた北九州広域地方進出の機会を伺っていた。こうした状況の中 TNC から 朝日新聞社が撤退し、また、KBC との合併も撤回。逆に、KBC と合図って、お互いのサービスエリアへ進出することに成功した。こうして、全県で視聴可能となった矢先、ついにクリーが、NTV の講演を得て、関門テレビ局を開局した。また、NTV の株主である、読売新聞社も、北九州で新聞の発行に踏み切ったことで、 TNC の株主である西日本新聞社の神経を尖らせた。さらに TNC と KBC の相互乗り入れ実現に同じ毎日新聞社系ということで合併させられた RKB 毎日放送、ラジオ九州と西部毎日テレビジョン放送側に不満が発生し、やがて同社株主を中心に UHF 新曲設立への動きとつながり、これに読売、り。 NTV 連合が資本参加をする動きが出てきた。TNC と西日本新聞社は、この一連の動きを見過ごすことができず、このまま NTV をキー局とし続けるよりも、再三フルネットの勧誘を受け、かつ、西日本新聞社と協力関係にある、産業経済新聞社、産経機器社をグループとする、フジテレビ系列に倶り替えした方が得策であると、判断。 1964年一部スポンサーの反対を押し切ってネットチェンジを決行。以降、TNC は富士ネットワークの機関局の一つとなっている。このことや、キー局富士が、うちは新聞系列ではないと各地の新局を誘ったこともあって、昭和40年代、全国各地に UHF テレビ局が次々と開局した際、TNC は、 西日本新聞社と共にいち早く西日本新聞社エリア内各県のテレビ局をグループ化することに成功し、結果として九州に多数富士系をメインとするつぼね、すべての県に系列局がある。ただし、当初は複数ネット受けの社も多かったが誕生することとなった。ニュースの共同企画や西日本新聞社主催の今週期、高校柔道大会、 玉料期高校剣道大会の九州、沖縄エリアネット中継など、ブロック内の連携を保っている。かつては、ソウル、1971年から1981年、その後フジテレビの支局、ボン、1981年から1994年、その後閉鎖にも支局があった。ボン支局の続特範員は、ベルリンの壁崩壊直前のベルリンで厳重な、 監視ので取材を行い、さらに当局の目をかいくぐって取材テープを市局に届け、歴史的瞬間の独占スクープに成功している。また、名古屋市と久留米市にも市局が存在した。企業、団体は、当時の名称、出典、福岡局が、県外全体を統括する親局となっている。他多数、突起のないものは、テレビ、東京制作、星印は、 TV 級開局で行。こう。1984年に当時まだ無名だった TM ネットワークのファンタスティックビジョンがイメージソングとして取り入れられた同曲は TM ネットワークのアルバムチャイルドフット S エンドに収録されている。放送開始、終了 ID などで使われていた。30年以上経った2018年現在でも天気予報の BGM でこの曲が流れている。 しかし、夜の天気予報は番線を兼ねたものが多く、BGM として使われている枠は限られている。メロディーラインのない、インストのカラオケバージョンも存在している。また、スタジオツアーズの CM では、歌入りの B メロが使われたこともあった。アナウンサーは全員、アナウンス部所属、2012年から。かつては、スポーツ部や、行動部にも所属し、それぞれの仕事に携わっていた。 2013年度改編で女性契約職のみとなった。正社員で TNC スーパーニュースアンカーを務めていた岸本隆弘2011年入社琉球朝日放送から遺跡は現場戦術に戻る。以上の2つは前日の福岡放送会館内に本社があった頃に使用。ただし番宣番組は変更後3ヶ月間はテレビ無 TNC のままであった。 放送会館4階にて、スタジオやマスタールームや各放送局の目覚ましくんの一覧などを無料で見学ができるようになっていたが、初版の事情により2012年1月で閉鎖された。以下のケーブルテレビでは TNC の再送信が実施されている。地上デジタル放送では日本民間放送連盟が特例地域、口実における NNN 案、 JNN、FNN のうち存在しない系列を除き、区域外再送を禁止する方針を打ち出しているが、実際には、下記のように、特例地域以外の県へ、区域外再放送されている。佐賀県については、徳島県と共に、地元の民放テレビ局が一社しかない。佐賀県は、佐賀テレビことから、特例地域としての位置づけであるが、STS が TNC と同一系列であるため、 本来なら、区域再放送の対象とはならない。しかし TNC 側が、地上デジタル放送においての区域外再放送に、同意し、STS も TNC 再送信の許可を出した。大分県のケーブルテレビ局でも TNC の、地上デジタル放送の区域外再放送を2007年4月から2009年4月までに、開始した。これは、大分県の民放テレビ局テレビ大分が、 日本テレビ系列と富士テレビ系列のロスネットを行っており、放送格差をなくそうと行政の働きかけた結果である。FNS 系列局がない山口県内の一部のケーブルテレビ局も再送信は継続しており、デジタル放送も順次開始された。反対に FNS 系列のフルネット局、テレビ長崎がある。長崎県では、右与曲折の末あり明け外沿岸。 行き、津島などの各業者が TNC のデジタル派の再送信を実施している。太字はデジタル派も再送信楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。